株式会社 RE 経営の島田です。今回の動画ではですね、また事業再構築計画書の件でお話しますけど、マーケティング重視の分かってます。でこの売上のですねプロセスをしっかりこう作り込みましょうという話ですね。当たり前の話なんですけども、例えばその新規事業のですね良さとかその概念分かるけど、どうやって実現するんだろうかと、多くの方はそういう疑問を持たれるわけですね。これは売上を持続的に上げるプロセスや具体策が曖昧だと、やっぱりどんなに思いや商品ね、どんなにその強い思いとか商品としての差別化とか収支結果が立派でも、やっぱり相手にされないようらしいんですね。考えてみるとね、ちょっとね、会計事務所の方はきつこくですけど、第一次公募の採択率が高い認定支援機関というのはコンサルタント診断士税理士さんの順番だったんですね。でやっぱりもしかしたらこのマーケティングのこういう分野というのは税理士さんが一番増えてる分野、ここもちょっと影響してるんじゃないかろうかな、なかろうかなという気がするんですね。でまずですね、この新規事業の売上計画を立てました。この売上のプロセスをちゃんと公式に落とし込んでくださいと。これ我々売上の公式って言ってますけども、例えばこれはこの売上っていうのはどういうプロセスをたどって出来上がるのか、例えば売上っていうのは顧客開拓数、リピート数、顧客単価、そういうもので決まるし、それぞれのプロセスっていうのがじゃあどうやってやるんですか。例えば顧客開拓っていうのはどんな手段でどんな販路からどんな広告やどんなアプローチを行うのか、リピートっていうのはどんなフォローやどんな付加価値をつけてどんな商品を広げてどんな特典をつけてアプローチするのか、それから顧客単価を上げるためにはどんなクロスセル、アップセルの商品を用意し、セット販売をするとか特典を用意する、またアフターフォローの商品、周辺商品、こんなのをどう用意する。実はこういうその公式に沿って、プロセスを詳しく書く必要があるんですね。だからその事業の売上の公式を教えてくださいと。小売業で言ったら顧客単価かける顧客数という、じゃあ顧客数は何で決まりますか。顧客数というのは一般的に来店客数かけるお買い上げ率という、と来店客数を増やすのは、はい、チラシだったり広告だったり何だったり、お買い上げ率を増やすのはメイン商品だったり接客だったりとかいろいろあるじゃないですか。全部ちっちゃくちっちゃく決めていくと、その売上の公式っていうのが見えてくるんですよね。そのあたりが入り込むと非常に具体的になりやすいと。そこでうちの事業計画書のフォーマットバージョン4の方にこれ追加してるんですけども、この具体的なプロセスどう入れ込むかと。例えばこういうふうなバージョン4には表が入ってます。これはその表の、記入マニュアルの方ですよね。例えば新規売上新規顧客対策の重要成功要因、経営セーフって何ですか、何をしたらば新規開拓できるんですか、そしてこの新規経営セーフを実現するための仕掛けの対策は、経営セーフというのはキーサクセスファクターですね、重要成功要因、仕掛けはこういう仕掛けをやる、ああいう仕掛けをやる、じゃあそれの KPI が、ね、でサブスクリピート対策の主要な対策は何で、その主要対策ができるための仕掛けはどんなことやって、じゃあその仕掛けに対してどんな数値目標、仕掛けごとに数値目標を立てればいいんですかとか、あと顧客単価アップはするために重要政策は何ですか、それからその仕掛けは何ですか、そうするための KSF の実行 その数値は何ですかって、実はですね恒例のフォームを追加して入れてるんですけども、これを書くことによってもっとリアルな見込み客開拓、それから単価アップ、それからリピート対策が書けるということですね。ちょっと新しいこの事業再構築補助金のですねバージョン4が新しく出てますから、またちょっと参考にねしていただければいいかなと思います。今日は簡単ですけども、そういうちょっとフレームに落とし込むと書きやすいですよと、そういう話をねいたしました。はい、では以上です。